どうもメリッサです。今回は OB 一段のランキングイベントが終了となったので、こちらの動画を回していきたいと思います。皆さんランキングお疲れ様でした。いや OB のね一段から、まあ、かなり熾烈なランキングで画面から目が離せなかったという方が大勢いたと思うんですけど、僕もね最終日ギリギリ2万5000位ぐらいまで落ちてしまったんですけど、なんとか今日やり込んで6942という結果に落ち着きました。いやこの契約書でね、まあ、まず誰を取るか、まあ、アーティスト3人、アーティスト降格打法同値の3人がまあ人気だと思うんですけど、山崎武選手は現状獲得しております。まあ、ですがね、吉信選手と掛布選手、この2人がまあまだ取れてないと。まあでもその2人だとやっぱ吉信さん優先しようかなと思ってるんですけど、まあどうしても掛布さんを捨てがたいと。結構現状は厳しいんですよね。まあ、吉信選手、おわ、掛布選手の S ランクを狙うには、まあ、結構な確率を引かなきゃいけないですし、まあ、掛布さんね、スピ解放という選択肢もあるんですけど、スピ解放するには、あと A ランクが2、3枚必要なんですよね。吉信選手は超4。掛布選手は A ランク1枚持ってるといった感じなので、吉信さんに凸コーチ1枚、掛布選手に、あと凸コーチ3枚とかになってしまうと、まあ、凸コーチがなくなってしまうので、今回は掛布選手と吉信選手 A ランク狙いを中心にして、運よく S ランクが出てきてくれれば万々歳という形でガチャを引いていきたいと思います。はい、ってことでガチャを引いていきますか。とりあえず自チーム巨人にしてきました。高橋由伸選手、ランキングの S を取ったら超4なんですよ。 A ランク4枚しかない。まあでもね、称号もつけたいと思ってるんですよね。なので、A ランク2枚。A ランク吉信選手2枚出るまで、このガチャ引いて、引き続けたいと思います。正直ね、何連引くかとか全く決めてないんですよ。いや、だから、ここで吉信選手の S が来てくれ。それだけでいい。吉信さんの S が来てほしい。そうすれば、選択契約書で掛布さんが取れますし、はい、はい。ここでね、吉信選手の A ランクが2枚ポンポンって出てきてくれたら、うん、掛布さん狙いでガチャを切り替えることもできるんですよね。はい。いやー、まあいいや。これでもまあ A ランクでもいいっていうのが、まあなんつうんだろう、もう心に余裕があるというか、まあまだね、いいとこだわ。うん。A ランクでもとりあえず、はい。いやー、ちゃうねんな。確か A ランクはね、20% だったんですよ。20% の壁、ほろ。いやー、ちゃうねんな。ということで、10連目はこんな感じでした。いやー、マジで違う。さあ、20連目ですね。いやー、凸コーチ使いたくないんですよね。まあ、かといってね、スピ解放もめちゃめちゃ大変なので、やっぱり一番楽なのは、掛布選手の S ランク引くこと。当たれ！いやー、当たんないか。いや、A ランクザクザク引けたらそれはそれでいいんですけど、まあ、育成もね、めちゃめちゃ大変。イベント走ってる時にもう B ランクがいなくなってても大変だったわ。さあ10枚目。オッケー。とりあえず、あととりあえずこれ掛布選手に切り替えようかな。吉信選手、極み確定です。ありがとうございます。さあ自チーム阪神に変えてきました。まあ掛布さん頼む。マジで。もうめちゃめちゃ欲しいんだけど。普通に掛布さんとかゲットできれば、もう、半年間はマジでさ、もうオーダーほぼ完成なんだよね。もうシリーズ2の。シリーズ2の野手オーダーほぼ完成するんだよね。ということで、もう代打としてまあ使おうかなと思ってるんですけど、当たれ！当たんないか。もうこれ、調子君の白目見るのマジでもう腹立ってきた、旦那。アイス来ないか、まあしょうがないっすよ。A ランク、そうそうそう、掛布さんの A ランクがいっぱい欲しい。あとね、そう、B ランクのね、レベル1個が全然いなくなってしまって、ランキング走ってる途中に。さあ、10枚目。はい。いやー、おかわりくんちゃう。いやー、やばい。エナジー、ドロドロ溶けてくんだけど。やっぱ、このガチャ、このガチャ S ランク狙いで引いちゃダメだわ。もう、今頃気づいたし、A ランク4、5枚集めんのもめちゃめちゃ大変だわ。やばい。いやー、マジ、調子くんさっきから一回も笑ってなくないね。一回も笑ってないんだけど。あー、もう渋い。笑え笑え笑え笑ってくれ。もうずっとしかめっつらやんけ。いやーしんどいな。いやーもう掛布さんの A ランクが3枚連続ポンポンポンって出てくるだけで、出てきてくれるだけでいいんだけどな。福選手の A ランクはナイス。さあ10枚目。3枚連続来い来い。いやーもう違うって。いやーもう掛布さん掛布さん掛布さんの3連単見たかった。最初2000エナジーでスタートしたんですけど、まあ悪くないのかな。いや2000エナジーで吉信選手1枚はどちらかといえば運悪いよな、普通に考えて。
やばい、ちょっと沼にはまりかけてるけど、50連目で巻き返してくんないかな。ピッチャー星くん。いやもう画面が暗いわ、さっきからマジで画面が暗い。来い、燃えてくれ燃えてくれ。いやーちょっと最近運悪いんだよな、ガチャ。当たれ、当たんないか。星くん笑え、にやけろにやけろにやけろ。頼む、そろそろ確率的に来い。いやマジ、いや皆さん見てください、これが OB 狙い撃ちの闇です。60連目。おお笑った、よいです、ナイス。さあ 30% 引こう、さあ 30% 勝負です。マジで当たってくれたらほぼ阪神確定、確実な確定。いやマジ、いや当たんないや、やっちまったかもしんない。30% お願いだから引いてくれ。そしたらこのガチャ終了です。ぽいぽいぽい。いやーマジか、マジか。いや当たんない地点で察してはいたけど、しんどいわマジで。いやーその60連でね、掛布さんゲットできればもう万々歳だったんですけどね。いや頼む、せめて A ランク。いやーマジか、マジ目当ての選手一人も引けない。いやーちょっと待って、70連目行くわ。ちょっとこの、とりあえずこのエナジーなくなるまで引くわ、もうマジで。もうこうなったら引く。いやもう S 引こう、マジ。くっそ俺 A ランク1枚も引けなければ掛布選手スピ解放しないっていう選択肢ももうあるな、マジで。いやーマジでショックだわ。いやーもう S 来ない、もしかして。笑い、いやマジかよ、いやマジで本当に来ないじゃん。いやマジ来ないじゃん。いやしんどい、マジ OB 全く関係ないやん、もう OB マジで関係ない。はい、いやマジで来ない。もう闇だってマジで 20% 外し続けてるんだけど。はい、ラスト10連です。もうめちゃめちゃエナジーかかるんだけど、S も少ないしね、さっきからね。笑え、笑った、銀、金ね。いや飛ばないか、あーもう、あーやってらんないわ、やってらんねえわ、あーやってらんねえわマジで。いやマジで出ない。え OB どこ行ったマジで。はい、っていうことで、ちょっと待って、S 出るまでちょっと引くわ。いや、S 出るまでか、ちょっと正直わかんない。わかんないけど、もう火ついたわ、心に、マジで。こうなったら、もう絶対引いてやるからな、この30連で。30連分エナジー入れてきました。もうこの30連で、もう絶対引いてやる、掛布さん。おい、足赤く燃えたの、今回初めてじゃないかな。マジ、足が赤く燃える演出すらなかったもんな。笑えないね。いや、結構運悪いな。まあ、普通かな。いやでもそろそろ S 出てきてくんないと結構運悪い方だと思うんだよな。いや掛布さんの A ランクが来てないってのが結構やばいわ。いやもうほんと沼、いやマジでもうほんとに引くガチャ間違ってんじゃないから。さあ何連目これ、90連目か。90連目引いていきたいと思います。このガチャに90連かけるか、90連かけるのちょっとあり、ちょっとなしじゃない、正直ちょっともう掛布さん諦めた方がいいんじゃないかなって思ってる。あーやばい、当たれ当たれ。いやーしんどいな、やっぱあそこで 30% 外したのがちょっと、あーもうスキップさよなら。いやマジで来ないじゃん、マジで。なんでこんなさ引けないのパーセンテージ、しんどい。やっと来た、これでスピリッツ3300まで解放することができます。いやーやっと1枚。さあラスト100連目、マジで100連来ると思わなかった。ここで掛布さんのね、A ランクが1枚引ければ3500までスピ解放することができるので、まあ、確実にスピ解放したいと思います。 S が来てくれたら絶対継承するんだけど、とにかく S が来てほしいな、そろそろ。いやここで掛布さんの A ランクが引けたらまあまだいいわ、まだスピ解放してまあよかったねで済むんですけど、さすがに吉信1枚掛布1枚ではちょっときついな、メンタル的に。笑い、
いやマジ、いやオッケーオッケー、 A ランクお願い、 A ランクでいいんだよマジで。はいはい、まあちょっと運悪いな結構。ということで、ラスト10枚目ここで掛布さんを打ち抜いてマジで終わろうこのガチャ。10枚目はい、 OK、 あぶねーマジで耐えたー耐えたということで吉野部さん極み完成、掛布さん3500にスピ解放完了でございます。ありがとうございます。じゃあ最後吉野部さん受け取って終わりますか。なんか嬉しさ半減しちゃった、うん、ガチャの引きが悪すぎて嬉しさ半減しちゃったけど、まあ嬉しいわ。まあこの吉野部さんでね、もう理想的なオーダー、もうこの吉野部さんが加入することで理想的なオーダーが完成するんで、またその動画もお楽しみにいただけると嬉しいです。じゃあ吉野部さんの即キワ動画を最後につけて終わろうかな。ということでご視聴いただきありがとうございました。吉野部選手完成させてまいります。